さて、新型コロナウイルスの県内での感染者が初めて確認されてからおよそ1ヶ月です。県内でも感染が広がっています。今回そこで新型コロナについて皆さんが抱く疑問を解決するコーナー、コロナの疑問の今日はスペシャル版をお送りします。ここからはスタジオにゲストをお招きしてお伝えをしていきます。県内で唯一の新型コロナの検査機関、県立衛生環境研究所所長の篠宮博人さんです。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。現在、検査の最前線に立っている篠宮さんのわけなんですが、新型コロナウイルスの専門家ということで今日はいろいろと疑問をぶつけたいと思います。はい、まずは愛媛の皆さんが新型コロナについて今どんな疑問質問があるのか街の声を聞いてきました。県内でもやはりあの予防品に対する声が多く聞かれました。マスクするっていうだけじゃなくて、例えば街中とかアルコール消毒があるんですけど、他にどのような対策が有効なのかなと思います。結構 SNS とかでデマとか情報が流れてるかもしれないんですけど、マスクが効かないだとか目から感染するとかそういうのを聞くと、なんか予防のしようがないんじゃないかってちょっと思ってしまう。篠宮さん、今の声ありましたが、まず予防対策のためのマスクだったりアルコール消毒液、これ品薄の状態が続いています。ここどのように対応をしていけばいいんでしょうか。そうですね、マスクはより必要なのは症状のある方なので、咳とかくしゃみですね、そういう症状のある方はもしマスクがない場合はハンカチとかタオルとか、それから上着の袖の部分とかですね、はい、その理由はその飛沫の中にウイルスがいるわけなので、その飛沫がこう遠くに飛ばないようにそれを遮るということが非常に重要になります。あとやっぱり手洗いとかも大事にはなるんですかね。そうですね、はい、その飛沫によって直接吸入する場合と手指にそのウイルスが汚染されてですね、それが自分の目とか鼻とか口とか、そういう粘膜面を触ることで感染が起きますので、はい、その接触感染と飛沫感染のその2つを抑えるということが重要になります。今液体石鹸を使って手洗いをするというふうに呼びかけていますけれども、家庭では固形石鹸ある方もいると思うんですが、そのあたりの心配のところは大丈夫でしょうか。そうですね、ご家族ではですね、誰がその石鹸を使うのかはっきりしているので固形石鹸でも問題ないかと思うんですけども、公共の場所なんかではですね、その固形石鹸というのは直接手が触れるので、はい、その前に使った人の皮膚についたものが石鹸の表面に残るという可能性がありますので、液体石鹸だとワンプッシュするごとに新鮮なものが出てくるという点では、衛生的にはできれば液体石鹸を使われるのがいいと思います。ただ家庭で使う際は液体石鹸がやはり望ましいというところではありますよね。はい、でマスクの話に戻るんですけれども、使い捨てマスク今本当に品薄状態になっていますけれども、はい、あれはこう何日かこう使い回したりしてもいいものではあるんですか。マスクはですね、もちろん表側面と裏面があるんですけど、はい、その症状のある方がつける場合はその先ほど言ったように飛沫がこう飛ぶのを防ぐという面があります。はい、それから他の人からそういう咳なんかのこう直撃を受けるような距離でですね、咳とかくしゃみされた時に守ってくれるという効果があるんですけど、それを考えると表面は汚染されてる可能性があるわけですね。だから1日つけたマスクを外す時にいきなりこう手で表面を触ってしまうと手指が汚染されるという可能性がありますので、その耳のところを持ってですね、その表を触らないような形でそれを折り込むような形にして捨てると、自分の手指には外面についてたウイルスなんかがつかないので、そういう丁寧に取り外してもらいたいと思います。はい、外し方で一応予防を徹底するということですね。はい、お伝えしていますように今日は中村知事にもご出演いただくことになっていましたが、今日は予定を変更してお送りしています。この後も篠宮所長に新型コロナウイルスに関する疑問を伺っていきます。新型コロナについて皆さんが抱く疑問に答えるコロナの疑問スペシャル。スタジオには新型コロナウイルスの検査機関、県立衛生環境研究所所長の篠宮博人さんにお越しいただいています。はい、引き続きよろしくお願いします。さて篠宮さん、実はですねこんな疑問も来ています。ご覧ください。はい、ツイッターからの投稿なんですけれども、
なんでコロナウイルスっていう名前になったんですかねという疑問がですね、実は来ています。この疑問の声、本当に毎日この言葉聞くようになっていますが、そもそもこのコロナというものの意味っていうのはどんなことなんでしょうか。はい、コロナはラテン語で王冠ですね、頭に乗せる王冠を意味しています、はい、でコロナウイルスは電子顕微鏡で非常に拡大してみると周りに膜があるタイプのウイルスなんですけど、そこからタンパク質の突起がですねこう出ていてて、それでそれが王冠のように見えるので、コロナと。それから太陽の周りの光の輪もあれコロナ、太陽コロナと呼ばれますけど、はい、そういうイメージが似ているのでコロナウイルスというふうに呼ばれるようになりました。今まさに映像が映っているこの状態、形から来ているお名前なんですね。そうですね、はいはい、さあ引き続きですね、町の疑問を再びお聞きいただきます。続いてはですね、コロナウイルスの陽性陰性を判断する PCR 検査体制についてのこんな疑問です。病院の今検査体制がどうなってるのかなっていうのはもうちょっと知りたいかなっていうのは思いますね。こういうこと疑問に思ってること、はい、検査のなんていうのはね、死なんたらかんたら、うん、なあれが少ないわな、うん、あれどんどん増やしてチェックせんと蔓延が収束できないんじゃないですか、うん、コロナの検査を他の国はなんかいっぱいできるのに、なんで日本はあんまりしないのかなみたいな。検査体制についての声でしたが、首都圏を中心に全国的に感染拡大していまして、県内でも集団感染がありました。そして今日は亡くなる方も発表されましたが、これを受けてこれからこの PCR の検査の体制というのは強化されることがあるんでしょうか。はい、愛媛県では2月中旬からですね、リアルタイム PCR といってコロナウイルスの遺伝子を検出する装置ですけど、それを2倍に増やしまして、最大1日80検体検査することが可能です、はい、で現在その医師が必要と判断したものと、それから陽性者が出た場合にその濃厚接触者の方を中心にやってますけども、今のところその当初でできるキャパシティというか、それでやれている状態になってます、うん、じゃあ今のところこのカバーはできているという状態ではあるんですかね。そうです、はいはい。PCR 検査いろいろと今全国的に話題になってますけれども、そのあたりは県民の皆さんは関心を持たれているという状況です、はい、では最後にこんな疑問です。外出についての疑問です。出たらいかんのかなと思って、志村けんさんのなんかね、見たりして、家の周り見たら誰も歩いてないし、だけど、やっぱり気がめいてくるから、はい、やはりこの外出の際には心配されることが非常に多くあるわけですけれども、こういうふうに不要不急の外出は避けるような動きになっている中、篠宮さん、来週からは一応新学期が始まるところもあります。で仮にですね、買い物とかそういう必要最低限の外出をする際に、こう我々が気をつけておくべきところっていうのは何になるんでしょうかね。買い物なんかのスーパーマーケットはですね、そこで長時間人と話し込むということもあまりないので、いわゆる国が出している3つの密ですね、密閉空間で密集された状態で、密接にお互い会話するような状態が危険なわけですけど、そのウイルスをその相手の方からこう自分の体の中に入ってくるということをになるので、その3つの条件を満たすとそういうリスクが増えるということなんですけども、通常の買い物程度でしたらですね、なかなかそういう状況にならないので、あまりこう行き過ぎた心配はかえってストレスになるのじゃないかなというふうに思います。ただやはり何かあった時はもう必ず手洗いは意識するっていうのは大切になりますよね。そうですね、はい、それと今ソーシャルディスタンスといって、2メートルぐらい離れて、飛沫というのは通常2メートルぐらいまで飛びますので、そういう人の距離を取るですね、映画館とかそういうところでもこう席の間隔を通常よりは広げるとか、そういう衛生の気配りというのが最近非常に進んでいるとは感じております、はい、そして外出先の一つとしてちょっと3つの密も重なる場合もありますが、県内葬儀会場での集団感染がありました。また結婚式場なんかも今は式は中止延期もありますが、そういった会場で気をつけること、意識すべきこと、どんなことがありますか。
そうですね、葬儀での集団発生というのは、なかなか盲点であったと思うんですけども、やはりそういうお亡くなりになった方にご親族の方が集まってですね、そういう時にもうその感染のことを考えるというのはなかなか難しい面があったかなと思うんですけども、はい、ただそういう事例がありましたので、葬儀場あるいは結婚式場の披露宴等ですね、今そういうことを司る側がそういう衛生的な配慮を非常に導入してやってますので、そういう面では改善されているのではないかというふうに思います。はい、やはり、こう運営する側もそうなんですけれども、一人一人が対策を取るということが大切になりますね。ここまで今日はコロナの疑問スペシャルとしてお伝えをしてきました。篠宮さん、ありがとうございました。ありがとうございました。